これはあれやな、強くなりそうなんで、ね、これそうかな、これはい、今日はね、なんかカンタが、はい、ガーワと、マーシーと、で、オバナさんにベンチぐらいは勝てるんじゃないのみたいなちょっと小耳に挟んだんで、はい、まあ、どうなんかな、その辺今余裕ですね。あ、余裕、あ、余裕でまあ、ギタギタにしてギタギタにギタギタにしちゃうの、まあ、目標ですか。目標はマーシーさんとガーワさんとオバナさんギタギタにしちゃう。いや、まあ、今日いてる、はい、まずはじゃあガーワから、はい、ギタギタに。え、ガーワどうなんか、そう言われてるけど、まあ、言いたいやつは言えばいいんじゃないかな。なるほど。まあまあ、あれやんな、だって結果が全てやから。そうですね、やっぱ結果だって分かっちゃうもんね、勝負したら、うん、で、今日対決しちゃうの。はい、なるほど。じゃあちょっと楽しみにしてる。じゃあ俺、ほんなら審判しようか。あ、じゃあお願いします。ほんなら僕審判で、はい、2人頑張って、あの、まあ何言ってもいいけど、はい、正々堂々とね、なるほど、戦って、はい、勝ち負け、白黒、はっきりつけてください。はい、戦ってこいや。まあ、頑張って、はい、お願いします。じゃあなんか、勝負するということなんで、はいはい、ルールをね、これ決めとかないとダメなんで、はい、まあ一応ほらベンチの試合から3本勝負、はい、第1試技、第2試技、第3試合試合と軽い方から順番になると、ね、はい、で今回は止めなし、止めなしです。でスタートとプレスもなしやけど、ケツは浮かしたらあかんし、で、まあ、かかとも足もつく、で胸につけてしっかり上げ切ったところで成功っていう判断にしますので、はい、これ僕審判しながら、はい、ちゃんとやるんで、はい、じゃあ2人ね、はい、勝負してください。わかりました。OK。はい。あの、ハンデもいいねんな。ハンデは、ハンデ？ハンデあげますよ。おお。え？ハンデあげんの？はい。10キロ。え、10キロもあげんの？はい。ハンデあげんの？ハンデあるよ。まあどうも。さすがぶった切るって言っただけあるよね。はい。やっぱ余裕で勝たないといけないから。え、ハンデもらうの？15キロぐらい。増えとるよ。ハンデ増やすの？ハンデ、だって余裕で倒すってことはハンデいっぱいつけとかないと。まあ、まあ、じゃあ同じマスクやな。ギッタギタって言ったら、どうする？じゃあ15キロ。あ、15キロ。30歳さすが男やな。いや、男カンタがね、15キロハンデって言いましたんで、じゃあ15キロハンデで、はい、今日は勝負。はい、じゃあ重量はどうする？例えば100キロと115キロスタートは100キロから先にしよう。なるほど。で、はい、そこはもう重量順、はい、ハンデ抜きの重量順で、はい、やっぱりハンデ上げてる分の後ろから入った方がいや、そう、そこは。で、同重量の場合は、はい、サドンデスにしましょう。おー。OK、3本目で例えば100キロと115キロやったら5点やん、はい、ね、じゃあ4本目なるほど。で4本目に限って言うと、はい、上げるもよし下げるもよし、はい、例えば100ギリギリやったら、はい、110がいいけどギリギリやったら、はいはい、95とかやるのもあり、おー、なるほど。4本目に限って、はい、っていう感じでやりたいと思うんで、じゃあ神田が頑張ってやってください、はいはい。それでは皆さん、応援してあげてください。どっちを応援するかはお任せします。負けへんで、私のこと。いよいよ、はい、勝負の時が来たということで。なるほど。じゃあ第一試技、何キロかいと。僕は105キロ105、はい、いや、130です。130、これ、第一取ったらカウント大幅リードで、あー、始まるね。25キロ、うん、変えてもいいよ。105キロいや、130です。じゃあそのままで、じゃあ、行きましょうか。お願いします。はい、じゃあ、運命の第一試技、はい、サクッと上げて。やる気が出てきた。やる気が出てきたけど、はい、105。いや、もうこれ、ちょっとね、めっちゃ勝ってます。勝つ、15キロもらったけど勝つぞ。よし、お願いします。はい、えい、オッケー。
成功でしょ。成功。ケツ大丈夫。大丈夫。大丈夫。成功。はい。楽勝だよ。これ大丈夫です。もちろん全然問題ない。第一試技二人とも成功で。じゃあ、まあ、拍手も来たところで、はい、次、第二試技が、はい、僕は115で。しかないもん、はい、何も。110。140。お、いいの。はい。40。はい、OK。じゃあ第二試技、二人とも頑張ってください。じゃあ運命の第二試技。はい。ガオが115です。115。なんでが140。なんでガーはこれ取らないと絶対絶命。もう巻き食ってほぼ、ね、頑張ってあげてください。頑張ってあげてください。大丈夫ですよ、多分上がるんで。注目の待て。えい。いけ。お軽い。オッケー。俺全然軽いんじゃん。よりやんか。負けへんで。カンタが手を上げたら第三試技結構考えない。そうですね。15やからこれが30。25。やらない。140やから25とか。25やってもカンテがさ 42.5 されたらもうその時点で終わりやから。そうか。だからもうちょい上に積むのもよし。まあカンタの上がり次第やな、全ては。お願いします。よし、頑張って。はい、はい、はい、えっけー。まあ、大丈夫じゃん。お尻はもうちょっと余裕あると思ってる。まあ、とりあえず2人とも成功。はい。で、今、カンタの方がリードしてるから。次どうする？ちょっと、10秒ぐらい考えていいですかね。10秒も考えない。まあいいや、考える。カンタどうする？どうしましょうかね。5、4、3、2、1。よし。はい、どうぞ。127.5。 おっ、人がついたね。カンタ142.5でじゃん。オッケー。まあそうなんです。じゃあこれ両方取ったらサドンです。なるほど。4本目あるから。じゃあ2人とも第三試技備えて頑張ってください。じゃあ運命の第三試技が、はい、で105から10キロ飛んで 12.5 も飛んで、そうですね、これ取れば望みがあるね。そうですね。じゃあ頑張って、これしっかり上げれるように、はい、頑張ってください。お願いします。今日はどうなの？やる気モードは。僕やっぱ敵が増えるとやる気出ます。なるほど、はい。今日の敵は？今日の敵、この弱化の一つ。なるほど。はい、自分ではない。自分ではない。なるほど。自分は常に味方。マーシーは仲間。この間まで敵とか言ってない。いや、あの一緒に。あ、なるほど。なるほど。そういうこと。向こうでマーシーやってるんで、今。なるほど。はい、あ、一緒に合体して。そうですね、合体して。なるほど。二人の力に勝てると思うなよ。お願いします。はい。おー、いける。なるほど。どう、大丈夫、大丈夫。 OK。 おー、今日いいとこついたね、これ。ギリのギリで絶対負けんで。カンタが上げたらサドンです。はい、そう。カンタが万が一潰れたら、ね、頑張ります。ガーは止まった。3本で死ぬ。試合3本やろ。ちょっとね、体と手が大事にしちゃいます。はい、オッケー。大丈夫です。大丈夫。お、うん、成功。どうする？もうそのまま行く？そのままと。なんぼ？僕32です。 47.5 で行く。オッケー。じゃあ運命の第4試技、はい、楽しみにしててください。ありがとうございます。
もうベスト。ほぼベストですね。頑張って。はい。見とけよ。いや、見ないです。だから最近この辺ガオは潰れてるイメージしかないんやな。えい。えい。えい。あっ、ばあー！だー！合体！これ、感度上げたら勝ちっすよ。そうっすね。くそーガーはさ、なんか吸い込まれた感じだった。出し切りました。お尻は上がってました。お尻は上がってた。お尻だけ上がって合体、合体。お尻は上がってた。すごいな。お願いします。はい、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 えいえいこれどうですか。お尻は上がってます。あーやった、運命の5本目入りました。最後5本目何キロする。下げれんねん。45で45。はい、これくらいだね。僕30で。あ、まあそれしかないもん。30と45やからね。 OK、 じゃあ運命の5本目入るんで、さあしっかりインターバル上げてください。はい、第5試技、はい、重量がなんとダウンしました。はい、まあ2人とも潰れたんで ね、 そうですね。2人とも妥協なく 2.5 キロずつマイナスということで、ガウンから130キロ。小田さん、勝負終わらせます。これで決めて、はい、オッケー。第6試技まで行かせまで、行かせ、はい、ありがとうございます。これで仕留める。ガワさんが負けて、もういかんでいくんですよね。なるほど、そっち超えてろ。なるほど、頑張れ。よいしょ、はい。おお、いける。オッケー、どう、いいじゃないですか。お、ガワ成功。めっちゃいい勝負。めっちゃ面白いですね。これはあれやな、強くなりそうなんで。そうですね。そうかな、これ。えい、えい、えい。オッケー。大丈夫です。大丈夫。完璧。なんであげんねん。これは。ちょっと陪審員から。どうしました。実はガーはちょっとだけケツ言ってました。お、誰ガー。お。あげるときに。どう、だから多分試合やったら赤1の白2ぐらいになる。これ微妙なところじゃないですか、ね、なるほど。だからカンタは完璧や。お、カンタは完璧で、元は両方ついてた。僕の角度は大丈夫かなと。もう一本同重量な。まあもう一本同重量で最後決めようか。わかりました。じゃあ次は第6 第6試技で。はい、はい、蹴る、蹴る、はい、はい、はい、大丈夫です。大丈夫です。おー！軽っ！これ軽ない？いや、バッチリです。バッチリです。えい。えい。どう？僕は白あげます。お、僕は赤ですね。おおおおおお、まあ白と赤やから白やな。おじゃあもう次で決めたら、まあさあげたら多分大丈夫や。1.25 ぐらいあげたらいけんじゃあ僕 32.5 やります。おお、攻める。ここに来て終わらせます。この終わらせる。なんだ、僕は守ります。45。45か。ついに守りが入った。じゃあ運命の第8試技までのずれたということで、はいはい、とりあえずちょっと休憩して、はい、頑張ってください。8本目、はい、ガーは攻めの
32.5 ですね。頑張って、はい、だからガはだんだん軽くなってきてるから、はい、頑張って、はい、上げちゃってください。今日終わらせます。これでお願いします。よし、いい。おお、成功じゃないの？っていうことは終わりっしょ。なんで？カンタ重量足せばいい。ああ。コーヒー。いや、47.5。47.5でいいや。行くしかないよ、カンタ。47.5 しかないんちゃうの。これは白熱してるね。ガーマや、だってこれ。カンタ、47.5 じゃ勝たれへん。まあ同じですよね。50だったら勝てる。ああ。いや、シャドンですね、持ち込むのか。うん、まあ、ね、次をどっちでも。もう一緒なんだ。ゴージ行きます。お。えい。えい。えい。だ。めっちゃ重い。めっちゃ重い。カンタの負けで終止符が打たれました。小川さん、ギタギタにされました、僕。嬉しそうな顔して。まあ、ハンデ15キロっていうのと、そうですね、で、何、はい、途中の32.5 の謎の潰れる。まあ、ガーマのね、この、なんていうかな、この、練習に対する気持ちがね、はい、今日よく分かりました。ありがとうございます。まあ、常にね、勝負と思って練習頑張ってます。わかりました。リベンジするんで。あ、次リベンジ。リベンジ。じゃあ第2回楽しみにしててください。